学のチャンネルで今日はサンドブラスター、はい、重曹サンダーなんだっけ、サンドブラスターこれで重曹で結構やってる人を見るんで、あんなねちょっと怪しいよね。メッキの錆が落ちる、信じがたい、なかなか買えないって言ったんですけど、たまたまアマゾン見たら在庫ありました。なんか当初より1000円ぐらい値段が上がってますけど、こいつの実力とやらを見てやろうか。それではマルチ重曹を使ってやってみます。とりあえず中見てみよう。でもね今日すっごい風強いやろうと思ったら風が強いからちょっとどうしようかなっていうね思ってます。はい、中カップ、説明書とかは入ってないです。ブラストメディア、砂が最も出る位置に調整用リングを調整してくださいということです。とりあえずできる範囲でやってみます。1対4か1対5、こんなざっくりいく。風やばない。とりあえず4部目、重曹風で飛んできそう。こんぐらい多いんかもわからんね。混ぜる。なんかすぐ沈殿するって皆さん言ってるんで、結構混ぜながらやらんとダメっぽいね。まあ粉こんな感じかな。量を振りながらやればいけるっぽい。常にシャバシャバ。これへん。刺すの錆落ちる。量がわからんね。どうですか、これ拭きました一回。こっちが多分当たってる方、内側やってない。ちょっとよく分からんかった。こっち側だけやったら結構取れてる。意外に取れてる。でやってない方こんな感じだったよね多分。こっちやってみて落ちるかどうかだよ実際ね。これでやってみようか。もう一回また液作ってみて、ちょっとこここれね覚えて、これなくなるかどうか。これ落ちたら、まあ、コスパ的どうか分からんけど、まあ重曹がいいのかな、安いのか分からんけど、まあ、本当はサスとか取ってこまごまやった方がいい感じなんですけど、もう一回ちょっと液作って、こここれこれやってみますね。覚えてください。これこれがすぐ沈殿。混ぜながら、じゃあさっきのここのね、どうでしょう。1回やりました。表面だけだけど1回で綺麗に丸くない。結構これそう、こまごまこの上は綺麗になった。艶が出るね1回で。これだからね、もっとしっかり細かくやっていけばカピカになるかもしれない。あり。どこまでできるんかね。この塗装も取れるのかな。ちょっとやってみようか。ちょっとだけ、ちょっとだけこっちの塗装面も取れるかやってみよう。メッキのサビは頑張ったら取れて、磨けば抜けそう。じゃあ結構塗装これもちょっと剥がれるか、やってみよう。
装は厳しいかな。塗装は厳しい。塗装はやっぱサンドブラストでやった方がいいかもしれないね。なんかちょっと汚いのは取れるね、やっぱりね。とりあえず今日はソーダブラストで、まあちょっと中途半端だけどサス磨いたり、これちゃんとやればもっと綺麗になると思うんで。じゃあ最後にこのブレーキペダルちょっと取って、後ろ結構サビやったんで、メッキのとこやって綺麗になると思うんで、ちょっとやってみて今回は終わると思います。いいかね。これ落ちたら大したもんじゃない。やってみます。際どいね、やっぱり機械じゃまあ少ないんかな、切る量とか。でもこっちのここはちょっと綺麗になったね。ここもちょっとね、1回でこれいけるかもしれんね。ちょっともう1回だけやって終わろうかな。はい、終わったっす。この前のピカピカになったね。だけどちょっとこの後ろはね、頑固すぎて、ちょっともうちょっとなんか調整せんと無理っぽいです。ここら辺もね、わりかしメッキが下げて剥がれとるところはちょっとしんどいんかな。まあ、でも最初に比べたらここはちょっと甘いね。ここね、ここは時間かけて磨いていこうかね。まあ、でもいい感じのピカピカじゃない？OK です。じゃあ今日はねこんな感じで軽くストレートのサンドブラストガンでブラストをやってみました。結果極めたら使える。またやってきます。